こんにちはじゃなくて、おはようございます。ちょっとわかんないですけど、こんにちは。仰天ゆりなです。はい、今日は仕事終わって、なんか一応予定時刻あるけど、わからんからね。本当にその時間に終わんのかっていうところもありますので、まあ取り前とりあえず 行く前にしとけば全部楽でしょうっていう。いやでもなんかね、すごいね、めっちゃね、そうなんですよ。なんか仕事がさ、夜とかに終わるときってさ、ぶっちゃけもう朝にさ行く前にやっちゃうのが一番楽だよね なんかだってさ、そしたらもう帰ってきたらさ、あれだよ、もう「わったー」って言ってさ、速攻でこうやって前髪ピッて止めて、もうメイク落とせるんだけどさ、帰ってさ、シャワーもしないととかだとさ、あーちょっと前髪潰せないなとかさ、あ、帽子かぶって帰ってこれないなとかさ、あるからさ、行く前にさやっちゃうとさ、もう楽だよね。家帰ってさ、あとはもう自分の時間だから。そうだからなんか 合間とか朝とか時間があるとね、なんかやっちゃう先に みんなはね、夜とかの方がいいんだろうけど そう、私はね、結構先がね、だからね、言っちゃうんですよね すんませんね。そう、なんか今日どんだけドライヤーしても前髪の癖が本当にやばい。すごい前髪の癖がね、大変なことになってて。明日は握手会、パシフィコ、明後日もパシフィコ パシフィコ、おくび出た めちゃくちゃ混む？確かに。それはそうかも。今日ゴールデンウィークなの？あ、本当に言ってる？あ、そうなんだ。え、そうなの？こんなにゴールデンウィークって早いんだ。今日ゴールデンウィーク、明日からね、明日からか。じゃあめっちゃ混むね、人、電車とか絶対そう。マジ？え、明日からいつまでがゴールデンウィークなの？うちもゴールデンウィークわかんないんだけど。5月のいつまで？ 10 日間ゴールデンウィークなの？え、ゴールデンウィークってそんな長いもんなの？すごい、もう今まで昔はさ、ゴールデンウィークだって仕事しまくっとったでさ、もうなんかわかんないよね。なんかすごい、あ、やべやべ、頭が大変なことになっちゃった。
6まで、まあ、めっちゃ長い 声おかしかった めっちゃ長いやん。そうなんだ。バイトしてたの？いや、バイトごめんなさいだけど、したことないんですよね、私。すいませんけどね、バイトしたことないんです。バイト経験ないんですよ。私、高校1年生でアイドルになっちゃったんで、バイト経験ないんです。その前までは中学生だったんで、中学生ってバイトできないじゃないですか。まあ、高校もね、普通にできないんですけど、許可取りないと。そうだし、普通に AKB だったからバイトダメだし、っていうことで、バイトはしたことないです。私は高1から仕事になっちゃったので。ああ、働いてた。そうそうね、働いてたよ、もちろん。だって高校1年生からアイドルやってたんで、ゴールデンウィークとかはもうイベントとかそういうのが盛りだくさんだったんですよ、エイトの時とか。だからゴールデンウィークとかは東京来てとか地方とかで働いてましたよ。いや、実際今も働いてるんですけどね、アイドルなんで。まだ まだ働いてますよ。一応このアイドルは仕事なんで ね、そうですよ。いや、 AKB やってたらバイトできないんで。そうそう、そんな溜まってたらもっとルンルンしてますよ 溜まってないっすよ、溜まってないよ。貯めたいんだけど、貯まる金がないんだよ。生活するのに必死だからね。そんな貯まるほどの金あったら、ちょっといいような生活してるわ。だから私はもう大学生まで親のすねをかじって生きてましたよ。ほんと申し訳ないなと思ってましたけど、ほんと申し訳ないなと思ってましたけど、マジで親に援助してもらってましたよ 最悪、マジで。20何歳まで親のすねかじってましたからね。本当に。でもまだ大学生の時は学生だったんで、親が学生のうちはっていうので援助してくれてました。でも本当に援助してくれなかったら東京には来れなかったです。だし、まあ私はね、お金をめっちゃ使うわけじゃないので、本当に贅沢しない生き方をずっとしてるんで、なんか欲しいものがあってもみたいな、みたいなタイプなのね、自分にはね。結構なんか、そう、なんかさ、後半の人とかもあるあるだと思うんだけどさ、人にさ、プレゼン、メンバーとかにさ、卒業公演とかさ、あるためにこうメンバーにプレゼント渡すんだけどさ、とかはさ、やっぱ安いなって思っちゃうんだけどさ、じゃあ自分に同じ値段のものを買うかって言われたら、ってならない？ねえ、私結構そうなの。自分に使う金もったいなくて使えないんですよね。なんかそんな、まあ、贅沢する余裕がないっていうのもあるんだけど、そう。だからなんか最近本当に強いて言うなれば、例えば昨日とか、
にメンバーとかき氷を食べに行ったりとか、その後にあやねと一緒に映画見に行って、昨日コナン君見に行ったんですよね、あやねと。2人は僕隊だったからバイバイしたんですけど、かき氷食べて、であやねと私なんかブラブラっとなんかどっか行こうみたいになって、ほんと何も決めなくて、で、あ、コナン君いいし、まだ見てなかったから、え？みたいな、見ようってなって、コナン君見てみたいな、なんかそういう玉のなんだろうな、奮発 かな、やっぱり。昔はそれすらなかったからな。まあ、あとどうしてもさ、服とかはね、やっぱいるんだよね。どうしてもさ、やっぱ握手会とかオンライン話し会があるからさ、もう服は、もう服はさ、いや正直さ、同じ服でいいんだったらさ、同じ服だしさ、なんならさ、上下がさ、バラバラ、なんか着たことあるやつのさ、組み替えとかでも全然いいんだけどさ、いや、いいんだったらね、でもダメってことはないんだけどさ、結構やっぱ同じ服とか着てるとさ、あれ、それさ、この間も着てなかったみたいな、いや、買ったばっかだわとかって思うけどさ、結構さ、やっぱそうなっちゃうからさ、服はどうしても必要経費として買わないといけなかったりとかするじゃん。そう。そう、あとね、化粧品とかはね、やっぱり、なんていうの、お仕事道具だから、なんかその辺はやっぱりね、なんだろうな、必要な出費って言ったらいいんですか？で、まあ、それプラスアルファ、どこまでするかだと思います。例えば、エステに通うとか、なんだろう、エステに通うとか、なんかそういう、なんだろうな、そう、なんかそういうね、ジムに通うとか、それはもうプラスアルファじゃん。なんかもっと、こう、高みようというかさ、とか、その、ね、どこまで、こう、やるかは、もうその人それぞれって感じ。でも最低限の、あれは、ね、目もかゆいけど、そう、そうなんですよね。なんか結構服どうしようかな いや 明日明後日の服どうしようかな どうしよう、おこびれちゃった。まあ、また考えよう、帰ってきて 夜考えよう。着てない服、いや、ない、あるけど、着てない服、まあ、あるっちゃあるけどね。日焼けね、絶対するよ。しない方が無理かも。だって真夏だよ、ずっと30度。絶対する。しないのは無理。しない方が無理。あ、そうね、真下に駐車場があんねんや。それいいね。それはいいね。ブルーロックの映画見たいな。
ブルーロックの映画も見たいなと思うし、あれも見たい、陰陽師みたいなやつ、なんか呪術でみたいな、なんか昔のやつっぽい呪術の陰陽師みたいな呪術のやつ、あれもめっちゃ面白そう、あれも超見たいんだよね。あれめっちゃ面白そうじゃない？私なんかああいうの大好きなんだけど。あ、そう、山崎賢人さんが出てるやつ。そう。めっちゃいろいろ面白そうだったよ。キングダムもまたいつかあるし、コナン君の映画もさ、また2025年にあるんだって。昨日見た時予告言った。そう、あとなんだっけ、なんかね他もね、あったんだけどさ、結構そう見たいなって思ったの。でもさ、日本にいねえじゃんってなってましたね。日本にいねえんだけどっつって、無理だわって、いねえんやんけ。だからもうあのあれっすよ、あのアマプラとかで、ね、ネットフリとかね出たら見る1年越し。え、コナン君どんどん複雑になってきてますよ。なんかもう複雑すぎてびっくりした。これ売れさ、絶対終わんないじゃんって思うし、これどっから回収していくのマジでって思うぐらいもう複雑なのよねはい、じゃあまあそんな感じで終了にしよう。なんかよくわからん終わり方になっちゃったけどこの辺でドローンしたいと思いまーす13位 NP さん、12位クロプリさん、11位モンゴリアンチョップさん、10位マボロフさん、9位ゼリーさん、8位オカヤンさん、7位マサトさん、6位チカイシーさん、5位ザックさん。今日は在宅勤務、明日からゴールデンウィーク10連休、めっちゃ最高じゃん。どっか行くの遊びに。4位マーニャンさん、3位ニケオさん、お仕事頑張、僕も頑張りますだって、ありがとう。2位シレイトさん、ヤッホーお久しぶり、おえへへい、めっちゃお久しぶりじゃないですか、ヤッホーそして今日の第1位はメトロポリスさんです。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。よし、じゃあそんなわけでですね、まあなんだろう、特に告知することないですけど、あ、 TikTok フォローといいねとコメントお待ちしております。よろしくお願いします。全然もう全然 TikTok 伸びない、もうなんかどんどん再生回数も減っていますからね。もうなんか頑張ってんのに TikTok、 え、やばくない？私が TikTok こんなに頑張ってるって珍しくない？ほんとようやってるよなSNS 苦手な私がこんな頑張ってるのに、リーダーフォローといいねとコメントして、よし、じゃあこんな感じで今日は終了にしたいと思います。この後お仕事も頑張りたいと思います。それじゃあ皆さん、また明日、バイビー。